今回はヒョウモントカゲモドキの動画です。で今期うちでヒョウモントカゲモドキは大体20匹ぐらいは発知したんですけど、で僕は取扱業を持っているのでイベント等で販売していって、で残すのは4匹にしようかなと思ってて、全部メスなんですけど、今回はそのうちの2匹を紹介します。こちらはスーパーマックスのヘテロエクリプスの個体で、発知が2023年7月25日に生まれた個体で、多分メスだと思います。で特徴はこのブロッチの部分が全部つながってストライプ状になってるっていう表現がすごい珍しいスーパーマックスのだと思ってキープしました。で手足も抜けてます。ホワイトソックスとかっていう表現されたりもしますけど、エクリプスの影響かなとも思うんですけど、ちょっとそこら辺は分かんないので、まあ、純粋なマックスのをね作っていっても面白いかなと思います。エクリプスを排除する方向でどうしようかなというふうに考えてます。でこれと全くね同じ掛け合わせの子供をもう1体持ってますね。こちらもさっきの個体と全く同じ兄弟で、スーパーマックスのヘテロエクリプスの個体です。こちらはですね7月の7日とかそれぐらいに発知した個体だと思います。7月の初めですね。で先ほどの個体よりも発知日が早いので大きいですよね。でメス、こっちもメスだと思います。でうちではですねこういうレプタイルボックスとかシューズボックスとか、まあ大体寸法は同じぐらいなので、それに穴を、シューズボックスだったら穴を開けて、レプタイルボックスはもともと穴が開いてるのでこのまま使ってるんですけど、そういう感じで管理してます。まあ、もうちょっと広くてもいいかなと思うんですけど、まあ、スペースの兼ね合い、保温の しやすさとか、そういうのも相まって、とりあえずこの形で、この大きさのケースで育ててます。はい。まあ、その僕はブリード目線の育て方なので、QOL を意識した、QOL を意識した、まあ、その、なんていうの、生態が快適に暮らせるようにしたいっていう、考え方でね飼育してるわけではない、まあ、ある程度その衛生的に管理できて個体の健康を損ねないような飼い方っていう点でこういう飼い方をしてるので、まあそこはねもう考え方はいろいろ人によってあると思うので、自分でベストな飼い方を模索していくのがいいのかなというふうに個人的には思ってます。で普段はこういうシェルター、植木鉢を半分にしたシェルターを置いて、で餌皿にミルワームを常に入れておいてます。でこれは僕の飲んだペットボトルのキャップなんですけど、これに水を入れておいてます。まあ飲んだりしてるんじゃないですかね、たまには。これをっていう感じで僕はレオパのベビーというか、まあ、ヤングの個体は管理してます。で保温はヒートケーブルを使ってるんですけど、まあパネルヒーターでも何でもいいと思います。はい。でまあレオパはですねかなり低温耐性ありますので、そんなにねざっくりと管理できれば問題なくね普通に越冬すると思います、関東近辺であれば。その点では全然西アフよりは飼いやすい気がしてますよね。やっぱりレオパ飼いやすいなっていう印象です。はい。2匹を見比べるとですね、あこういう感じ、まあどっちかっていうとやっぱこのラインが太い個体の方が僕は好みなんですけど、そうですね、どうしようかな。それでエクリプスをね、スノーエクリプスとかギャラクシーをかけてギャラクシーを狙っていく方向にしようか、単純にこういうストライプ状の表現がしっかり出る、マックスーパーマックスのを狙っていくかっていうのがいまいち決めきれなかったので、この2匹をキープしてますね。でまあこっちのハッチが早い方の個体はストライプが若干乱れてるので、まあ、こっちで
ギャラクシーを狙っていくのはありかなと思います。ギャラクシーってトータルエクリプスのことですね、を狙っていくのはありかなと思ってて、こっちの綺麗な方ですね、ラインがしっかりつながってる個体の方は本当にどうしようかなっていうふうに今も迷ってますね。まあ全然大きさ的にこっちは確実、大きい方は春には間に合うと思うので、綺麗な方は、まあ、その来年使うのか再来年にするのかっていうのはまだ分かんないですけど、面白い個体だなというふうに思います。こちらはですね、先ほどお見せした2匹のオス親ですね、スーパーマックスの、さっき見せたスーパーマックスのヘテロエクリプスのオス親です。で、2020年のアメリカ CB だったと思いますね、確か。はい、まあやっぱりこうスポットが若干つながってる表現、これは買った時から気づいてたんですけど、それが遺伝してってるような気がします。はい、まあなんか多分ヘテロで入ってるんですけど、そのヘテロは何なのかっていうのは検証できてないですね。なんか多分マックスノーマックスノーでかけてわざわざスーパーマックスノー出すってことはしてないと思うので、アルビノだったりブリザードだったりエクリプスだったりのヘテロが入ってるのかなと思います。ただギャラクシーとかけてギャラクシーが出てないので今までエクリプスがヘテロで入ってるって可能性は低いんじゃないかなというふうに思ってますね。まあスーパーマックスノーのオスってのは種なしのことが多いっていうふうに言われてるんですけど、このオスはしっかり繁殖できてて種なしじゃないですね。次はメス親をお見せします。この個体はメス親ですね、ギャラクシートータルエクリプスのメスです。この個体は2021年に生まれた個体だったと思います。ここでかけてさっきのね2匹が出てるので、まあ来年もやろうかなと思うんですけど、このメスがですねちょっと卵の持ちが悪くて1クラッチに1個ずつしか産まないです。なんか卵胞の異常なのかもしれないですけど、あ、卵巣の異常かもしれないですけど、1個ずつしか産まないです。まあただね、いい表現の子供は取れてるので悪くないのかなと思います。ちょっとちっちゃいんですよね多分気持ち。そうですね、そういう感じです。で、まあもううちはオス親とかメス親とか全部おっきいやつらはクーリングかけちゃってるんで、そのまま年明け2月ぐらいまでは冷やして管理するんじゃないかなと思います。お水だけね飲ませれば大丈夫なので、やっぱそういうのもねレオパは飼いやすいですよね。冷やしてる間は本当水ちょっと足すだけで手間かからないので、で個人的にはですけど、クーリング期間中はこう水入れるだけでいい気がしますね。そのガンガン霧吹きとかはしなくても必要だったら飲むと思うんで、まあ、もちろんしてもいいんですけど、そんなに毎日霧吹きとかは全然しないっすね。週1こう見て水入れてみたいな感じだと思います。まあそのタイミングでね霧吹きをかけてもいいですけど、だいたいこう水を捨ててでまた水を足すっていう形で僕はやってるので、はい、そのタイミングでこう壁面とかにも水ついてるんで飲んでるんじゃないかなと思います。水入れからも多分飲んでると思うんですけど、個体によってはね認識しないらしいんで、そういうやつらにはやっぱり霧吹きで飲ませるしかないのかなというふうに思います。ただ多分ですけど見てない時に飲んでるんじゃないかなと思います。はい、最初の2匹との兄弟ですね、2022年 CB のスーパーマックスのヘテロエクリプスのオスですね。でこの個体もまあ若干つながってはいるけど、その3匹の2匹ほどは綺麗に
出てないです。まあただホワイトソックスの表現が綺麗だったので種親に残したって感じですかね。まあ去年出たスーパーマックスはこの個体だけだったので残したっていうのもありますけど、しっかりオスですよね。オスで結構顔も綺麗めな気がします。で、まぶたの異常が出やすいらしいんですけど、スーパーマックスのってそういうのもまあ見られてない。今まで奇形らしい奇形は出たことがないですね、レオパに関して言えば。まあその僕がスーパーマックスのとかマックスのくらいしか狙ってないので、その血が薄いためにこうなってる、奇形とか出ずにねできてるのかなって気もするんですけど、30レッセとか狙ったりするともしかしたら出やすくなるのかなという気もします。まあわかんないですけどね、やったことがないので僕は。はい。